母親に似てきたな。惜しいことをしたよ。何も逃げ出さなくても言ってくれさえすれば対応したろうに。本当に残念だ。最後の純血種だったのに。そうだ、母親に会いたくはないか。と言っても顕微鏡越しだがね。大切な個体を回収していないわけがないだろう。隅々まで調べさせてもらったよ。毛髪、皮膚から内臓、骨の一辺に至るまで。やはり古代種は素晴らしい。誇りたまえ。イファルナは細胞まで美しかったよ。その表情懐かしいや。おっと、そろそろ会議の時間だ。それじゃあまた後で。63階に到着。死んだ社員の憩いの場所へようこそ。こんな時間だけど、7番街の対応で残ってる人も多そう。自業自得じゃないか。気を抜くな。協力者を探すぞ。おうよ、社員の働きぶりの見物と行こうじゃねえか。忙しそうだね。非常事態だからな。調査を開始しています。粉塵の影響範囲ってどうなんだか少しだけホッとする。問い合わせが殺到していると報告が。オペレーター AI で対応させて。協力者を探そう。警備もいねえみたいだし一息つけそうだな。
どいつだ？協力者は？それっぽい人に話しかけてみるしかないね。合言葉は市長。最高だね。あれは何だ？シミュレーターだ。仮想空間で戦闘訓練ができる。そんなんで本当に強くなるのかよ。なんだあんた。市長、最高。話は聞いて。おうよ。カード企業は？は？あんたらが捕まった。当然だろう。これに挑戦クリアできたらカード企業を渡す。あんたらなら大丈夫だな。これであんたら仲間を助けに。おお、あそこは方法は考え、そろそろ大会議室に。そんじゃ乗り込むか。プレジデント。そりゃ敵の状況を知る。敵上室、そこからダクト。分かった。クラウド？え？クラウドだよな。クラウド！大丈夫、同期のクラウドだよ。よかった、生きてたんだな。心配してたんだ、死んだって噂があったから。ちょっと待ってろ、カンセルたちも呼んでくる。ここにいろよ。
知り合いが？大丈夫？ああ。だって今。問題ない。先を急ごう。スタジオに死んだカンパニー治安維持部門統括のハイデッカーさんにお越しいただいております。今回の非道卑劣極まりない事件に我々は強い憤りを覚えておる。死んだカンパニーはこのような犯罪行為には決して屈しない。必ずや首謀者たちを引っ捕らえ縛り首にすると市民の皆様にお約束しよう。はい、聞いているか卑怯者のアバラッチども。いいか、逃げても無駄だからな。他のプレートは大丈夫だよな。ウータイが攻めてくるっていうのは本当なのか？このビルにいれば安心よね。救助活動は進んでるのか？戦争が終わって平和になったと思ったのに。このビルにいれば安心よね。救助活動は進んでるのか？他のプレートは大丈夫だよな。ウータイが攻めてくるっていうのは本当なのか？このビルにいれば安心よね。救助活動は進んでるのか？大事だぞ。どうすりゃいいんだ。そっとしておいてくれ。電話中だ。ウータイが攻めてくるっていうのは本当なのか？このビルにいれば安心よね。救助活動は進んでるのか？ちょっとめまいが。一大事だぞ。どうすりゃいいんだ。ウータイが攻めてくるっていうのは本当なのか？このビルにいれば安心よね。救助活動は進んでるのか？一大事だぞ。どうすりゃいいんだ。ウータイが攻めてくるっていうのは本当なのか？このビルにいれば安心よね。救助活動は進んでるのか？さあ、おいしいものを食べて元気を出して。アバランチだろうがウータイだろうが、いらっしゃいませ。何にしますか？
時でもシミュレーターで訓練ですか？他のプレートは大丈夫だよな。ウータイが攻めてくるっていうのは本当なのか？このビルにいれば安心よね。救助活動は進んでるのか？戦争が終わって平和になったと思ったのに。他のプレートは大丈夫だよな。ウータイが攻めてくるっていうのは本当なのか？このビルにいれば安心よね。救助活動は進んでるのか？こんな時でもシミュレーターで訓練ですか？情報統制はどうなってる？抜かりなく、すでにウータイと共謀したアバランチによる犯行であるというのが定説になりつつあります。ウータイの動向は？今のところは何も。動いてくれればいいもの、あの臆病者どもが。それならそれでいい。それと一つ気になる報告が。何だ？パルマーからなのですが。チッ、放っておこう。分かってるよ。エアリスの救出が最優先だろ。ああ、失敗はできない。北条は重役会議に出席するはずだ。まずはチャンスを見極める。
城博士もあの中に？そのはずだ。ご用件は？どうする？敵城視察。なーに？トイレはどこです？必要ない。自分で探す。じゃあ待ってるね。あ？目立つだろう。ティファ、中の方が安全だ。それはそうだけど、うん、まあそうだね。ああよかった、誰もいない。スラムのトイレを、ダクトを探そう。これか。俺は見張りを頼む。だよな。私は行ってもいい？あんまりここに残りたくないから。わかった。俺が先に行こう。きっと無事だって。でもうち七番街のすぐ、重役使いの結果次第ではプレートの先、わし見たんだ、廊下を歩いているのを。しっかりとこの目で。不確かな情報をばらまくな。いやいやいや、こう目の前を通っていって、もうびっくりしすぎてちょっと痩せたんだから。やないか。侵入者に関してはうちで対処している。でもプレジデント、わし本当に。リーブ。はい、7番街の被害報告が出ました。倒壊した家屋の数が
クライニウスは結構。え？他にないのか。では7番プレートの再建計画について。再建はしない。古代種の協力が得られることになったからな。いえ、だからといって再建しないわけには。おばかさんね。ネオミントガルよ。約束の地に新たな魔法都市を建設する。ちょっと待ってください。我々はまだ約束の地の正体すら。北条博士、検査結果は予想通りだ。純血種だった母親より数値は下がるが、古代種と呼んでも差し支えないだろう。約束の地はいつ頃わかる？その件で提案がある。自発的な協力を強制的に引き出す方法を試してみないか。大事な古代種だ。壊さないように最大限の注意を払う。拷問なら私に任せて。戦場仕込みでよければ俺も手伝おう。肉体よりも精神的に痛めつけるやり方が私は好きでね。うひょ。方法は任せる。ただし母親の二の舞は許さんぞ。ああ、それに関連して考えていることがある。つまり古代種の繁殖だ。古代種の男が見つかればいいが、望みは薄いだろう。ソルジャーあたりから始めようかと。もちろん S 式 G 式も試そうと思う。加えて、もっか私の興味は一種後輩にあってね。どうだろう、気になるだろう。他になければ。プレジデント、解散とする。待ってください。どんな感じだ。白衣の男を追う。そいつが科学部門統括の北条だ。よっしゃ、うまくいったな。まずエアリスの居場所だ。案内させよう。だったら掛け合わせてみるか。どんな子供になるか。違う。まず吐かせないと。薬を使うか。壊れなければいいが。行くぞ。おう。
まずは、いや、それよりも、やはりこっちの方が。動くな。あ？聞こえなかったのか。なんだね。ここじゃなんだからよ。仲良く中へ入ろうが。君たちはあれだろう。なんとかいう犯罪組織だろう。それならここに用はないはずだ。プレジデントは上だ。ほら、行きたまえ。うるせえ。とっとと歩け。全員動くんじゃねえぞ。押さないでくれ。私は君らと違って繊細なんだ。そりゃ悪かったな。目的を言いたまえ。仲間を解放してもらおうか。仲間？エアリスはどこだ。おお、彼女の知り合いか。それはそれは、うん、ああなるほど。ということは、つまり。何ぶつくさ言ってやがる。いやね、君たちが死んだら彼女はどんな顔をするかなと思ってね。うん、容赦は無用だな。下がってる。
終わりだ。消えろ。
エアリス。感謝するよ。君たちのおかげで有益な戦闘データが取れた。随分と余裕じゃねえか。データから算出した結果、この人数で十分に対応できるということなんでね。なめられたもんだぜ。エアリスを返してもらおう。返す？返すとは？私の記憶が確かなら、彼女は自分の意思で来たはずだが、それとも何か、彼女は君の所有物なのか。マネーを使って脅したからだろうが。見解の相違だな。君たちには分からないだろうが、ここには世界を変革するに足る貴重な実験体たちが眠ってるんだ。慎重にやってくれよ。ラストだよ。残念だな、間に合わない。その人もソルジャーか。ああ、いや違う、思い出したぞ、私の記憶違いだったな。お前はソルジャーでは。
丈夫？うん、ありがとう。よかった。ここから出るぞ。やんのかよ。待って、この子は大丈夫。